改めまして、プラチナバイオ株式会社の奥原と申します。まずは自己紹介ということで、簡単にバックグラウンドを紹介したいなと思います。私は大阪生まれ、奈良育ちで、広島大学の総合科学部というところに入学したご縁で、広島とのつながりができたというところですね。で、その後、大阪大学の大学院とか、広島大学大学院とか住みながら、研究者の道を一度断念してですね、研究者を支援する JST という組織に入って、そこから国の中枢の内閣官房で知的財産の戦略を作るというような仕事をしながら、で、東広島市に戻ってきたと、またこの町に戻ってきたというキャリアになっています。で、その後ですね、ご縁があって広島大学の方で仕事することになって、この後ご説明する、ゲノム編集のプロジェクトと出会い、そこからですね、大学発ベンチャーを起業するに至ったというようなキャリアになっております。で、今日私の方から簡単にご説明するのは、我々が今取り組んでいるゲノム編集とバイオ DX、これで未来を開いていこうというお話です。どんな未来を開くのか、例えば例を挙げますと、ゲノム編集で藻類のオイルの生産量が2倍になる。つまり、今、脱炭素とかカーボンニュートラルって非常に注目されていますけれども、二酸化炭素の排出量の削減、これを微生物の力を使って、それを吸収するだけじゃなくて、例えば有効に使えるような油を作っていくというようなプロセスを作っていく。また、ゲノム編集が白血病の少女の命を救うという事例がイギリスですでに起こっています。これまでなかなか治すことが難しいっていうような病気があったときに、その治療法をこのゲノム編集という技術で提供していく。で、さらには、例えば卵アレルギーっていうものがなくなる。それで困る人がいなくなる未来を作る。具体的に言うと、卵アレルギーの元になる物質があるんですけれども、これが含まれない卵を作る。こういったことを今やっております。で、その他にもゲノム編集の限りない可能性ということで、よくニュースに出てくるのは、筑波大学の江面先生、満面の笑みされてますけれども、この左上ですね。GABA という機能性成分がたくさん含まれたトマトですとか、上段真ん中のこの近畿大学と京都大学のチームが、肉厚のマダイというものを作って、実際もう上司、社会に出ていく状態にしていると。これ実は世界の中でもかなり先駆けていて、そういったプロダクトを世に出すというところでは、アメリカや中国に引けを取らないような活動が今日本で起こっているというところです。で、その後続くと言われているのが、毒のないジャガイモですね。ジャガイモの芽の毒で、食中毒になるっていうことが結構あるんですけれども、そういった物質が含まれていないっていうものを、もう大阪大学のチームが作っているんですけれども、実はここにですね、広島大学の技術が使われているという状況になります。で、広島大学の強みというところで、まずゲノム編集のトップランナー、山本隆教授がいらっしゃるというところになります。日本ゲノム編集学会というアカデミアのそういうコンソーシアムがあるんですけれども、そちらの会長を2016年から3期連続で務めているというところで、名実ともにですね、日本を代表する研究者になっているという方であります。そして、今、隣で座って、先ほどプレゼンされた坊野英正先生が、バイオ DX のトップランナーというところで、先ほどご説明あった通り、数々の、データ解析、いろんなプロジェクトの取り組みながら、最近ではですね、昨年12月に、みんなのバイオ DX っていうこちらにあるような本を、企画されて、日本の中で、そういったものを新しいコンセプトとして、これまでバイオインフォマティクスといったものをさらに、踏み込んで、活用していくという取り組み、進められているというところになります。一例ですけれども、世界と伍するゲノム編集研究ということで、このネイチャーバイオテクノロジーっていう学術誌がありまして、その中で、ゲノム編集の分野の世界の論文数ランキングというのが発表されました。2019年ですね、少し前ですけれども、その時に、クリスパー・キャスナインというツールでノーベル賞を2020年に取った、
ジェニファー・ダウドラさんが3位に入っているんですけど、その上の2位に山本隆教授が入っている広島大学ですね。で、かつ5位に佐久間哲史准教授が入っているということで、この2人がトップ15まで公開されたんですけど、日本人では唯一入っているメンバーということで、まあ、広島大学の研究力の高さが伺い知れるかなと思います。で、そういった研究力をベースにですね、2016年度から私が元いた JST というところの大きなプロジェクト、まあ、オペラと略すプロジェクトなんですけど、大学と企業が一緒になって、その出口ですね、どういった、プロダクトを世に出すかというところを目線にしたような研究開発を行ってきたというところがありまして、実はそこの成果の一つが、広島大学の堀内先生、堀内教授、生物生産学部にいらっしゃいますけど、まあ、彼の研究成果である低アレルゲンの卵ということになります。で、実際こういったプロジェクト2020年度で終了したんですけれども、その後継施策として今まさに広島大学で取り組んでいるのが、この JST の競争の場形成支援プログラム COI NEXT というものになります。で、これまあいろいろ書いてますけれども、2030年に SDGs、まあ、皆さんいろんなところ聞くと思うんですけど、まあ、達成をまあ求められている中で、まあ、それに貢献するような研究開発をやっていこうと。で、その時に実際その10年、20年後の未来を考えて、まあ、そこにで我々が直面する課題というのは何かというものを先に考えて、それに対するソリューションはこういうものが必要だ。で、そこからまあバックキャストですね。今何すべきかっていうところで研究開発するっていうのがポイントです。で、そういったことを考えるチームを組成したっていうのが大きくて、ビジョン競争チームですね。で、実際グローバルビジネスに携わるような方々入っていらっしゃいますし、そしてそれを実際に動くプレイヤーとして、広島大学自身は、まあ、研究を行う機関なので、ビジネスはしないというところがあるので、そこからどんどん大学発ベンチャーっていうものを起こしていくっていうのが必要になるんですけど、そういったもののスタートアップを支援するという取り組み、また新しい技術を世の中に浸透していくためには、まあそれにまつわる倫理的、法的、社会的な課題というものを解決しないといけないというところで、そういった人文社会学系の先生方の力も借りていくと、そういう取り組みを進めています。で、実際我々が今考えている未来のありたい社会像、何かというと、例えば気候変動に強い農作物を作るですとか、まさに我々が今直面している新型感染症、その辺対策ですとか、先ほど少し触れた脱炭素、こういったものをバイオと DX の異分野融合で、ね、解決していこうと、そういうふうなことを考えています。で、例えばですけど、ゲノム編集と昆虫や農作物、そして DX をかけて品種改良の超高速化で、真ん中のゲノム編集かける鶏の卵、鶏卵かける DX で、卵でバイオ医薬品を作るっていうような取り組みですとか、ゲノム編集かける藻類かけるバイオかける DX で、バイオものづくりを進めるっていうようなプロジェクトを進めていこうとしています。それで3つのターゲットを設定したというところになります。で、バイオデジタルトランスフォーメーション、バイオ DX の産学競争拠点というものを今まさに作っていまして、今挙げたような真ん中の青字の3つのターゲットを達成して、バイオ DX で持続可能な発展を導くバイオエコノミー社会を実現するというものを掲げています。で、本拠点の活動によってさまざまな経済効果が得られると考えておりますし、非常に国内だけじゃなくて、海外のマーケットも展開できるような、まあ、日本の産業競争力強化するというような取り組みにつながると我々は考えています。で、実際その拠点の機能というところで、広島中央サイエンスパークの中にゲノム編集イノベーションセンターという場所がありまして、そこが研究開発の中心地になっています。で、先ほど説明したスタートアップの支援機能ということで、ここに大学発ベンチャーがどんどん登記できる状況があったり、シェアラボということで、いろんな研究設備をシェアできる状況を用意してたりするということになります。で、さらには、まあ、今日まさにここで、会場となっている、まあ、未来クリエ、なども使いながら、東広島市が進めると大広島大学が一緒に進めるタウン&ガン構想による
新しい社会との競争を進めていこうとしています。まあ、社会課題の解決を、こういった場を活用することによって、いろんな方を呼び込んで、そのコラボレーションによって、大きな流れにしていこうという取り組み、どんどん進めていきたいなと考えております。で、まあ、やっぱり重要なのは社会コミュニケーションというところで、こういった新しい技術の、まあ、例えば、ベネフィットに対してリスクがどうあるか。まあ、リスクがゼロってことは、ゼロリスクってことはほとんど、まあ、基本的にない中で、まあ、それによって享受されるベネフィットのバランスを考えるですとか、例えばこういった技術があるときに、どういったことに使ったらいいと思うかっていうのを一緒に考える、そういうところから始めていけると、非常にいいのかなというふうに思っております。ということで、我々が取り組んでいるのは、こういった大学の研究成果の社会実装を加速する、社会に届けるっていう活動を今まさにやっていまして、最後にメッセージとしては、まあ、私たちと一緒に、まあ、人類が直面する社会課題の解決にチャレンジしていこうということで、まあ、若いいろんな方のインターンと一緒に活動するですとか、ワークショップ定期開催していきますので、まあ、そういうところにご参加いただければと思います。からですね、まあ、高校生の方も多いので、ちょっと補足説明しながら話したいなと思うんですけど、まあ、ゲノムってそもそも何ですかっていう話で、我々生物、生きとし生けるものは全て持っている遺伝子の情報なんですよね。で、そのコードが、さっきからあの横井さんの発表とか、大野先生の解析ライブとかで、配列って出てきてるんですけど、A、G、C、D の4文字で書かれていると。で、この DNA の二重らせんコードって、まあ、見たことあると思うんですけど、この上にその A、G、C、D っていうのがブワーってこう長い文字列として書かれているっていうのが我々、生物が持っているゲノムなんですよね。で、もちろんその例えば人とマウスとか魚とかでみんな違いますし、人の中でもあなたと私は違う、ここの会場にいる人とかオンラインで見ている人とかもみんな違うゲノムを持っているっていうところで、まあ、その違いを見ていくっていうのがこのバイオインフォマティクスのアプローチなのかなと思っています。なので、これから来る未来っていうのが、その、例えば地球上に生きとし生けるもの、すべての生物のゲノムが解読されていく。つまり、その情報がデジタル化されていくっていうことになっていくのかなと思います。なんで、例えば、魚とか、海で泳いでいる者たちは、あんまりゲノムがまだ読まれていったりしないっていう状態が多いんですけど、まあ、そういうもの一つ一つをゲノム解読して、解析をして、例えば先ほどの、横井さんの例で言うと、ある薬が効く虫と効かない虫の違いって何とか、例えばあったかい場所で、生きれる魚と生きられない魚の違いって何とか、まあ、そういうのを明らかにしていくっていうのがすごく大事な最初のアプローチなのかなと思うんですね。で、その中から特にそういうのに強そうなものを選んでくるっていうのは、まあ、特にもう自然の中にあるものをピックアップしてくるっていう操作になるので、まあ、そういう取り組みはどんどん加速するんじゃないかなっていうふうに思います。なので生物のデジタル化っていうのはものすごく進んでいくんじゃないかなというふうに思っています。で、その先にそういったただ選ぶだけではクリアできない課題があるっていう時に、例えばそこを、まあ、ゲノム編集して、なるべく良いものにしていくとかですね、例えば先ほどの低アレルゲンの卵っていうのはやっぱりその遺伝子を機能をなくさないと、アレルギーの元になる物質をなくさないと実現できないっていうところで、ゲノム編集でしか実現できないプロダクトであるっていうところで、まあ、そういうところに使っていくっていうのがすごく大事なアプローチなのかなというふうに思います。はい、私は以上です。ありがとうございます。皆さんトマトを食べますよね。トマト、皆さんの知ってるトマトも写真あると思うんですけど、大元自然界にもともとあったトマトってどれだと思いますかみたいな話が出ます。で、実はこの上段真ん中のすごくちっちゃいものがもともと自然にあったトマトなんですけど、すごい長い時間をかけてその育種、さっきから品種改良という言葉が出てきますけど、より例えば甘いものですとか実がたくさんなるものっていうものを育ててきてるっていう、まあ、人類の歴史があるんですね。
で、その多くは自然界の中で、突然変異。たまたま、なんか先ほどのウイルスもそうなんですけど、生物の遺伝子ってカチッとしているものではなくて、どんどん変わってるんですね。我々が生きている中でも、結構太陽の光とか紫外線を受けて、遺伝子が切れたりして、変わってきてる部分もあるんですね。で、そういう突然変異が起こった中から、なんか変わった形質で良いものがたまたま出たものをこう大事に取ってきて、で、それを育てていくっていうことを脈々としてきたっていう歴史があります。で、自然考察で選抜するっていうようなことをどんどん歴史的にはやってきて、高校の教科書に載っているのはメンデルの法則みたいな、そのこれとこれを掛け合わせたら、その子供がこうなるみたいな、こういう割合出てくるよねっていう話があったと。で、その先ですね、じゃあその突然変異を人工的に、起こす、誘発するっていうことをやって、そこから新しい品種が出てくるっていうようなやり方で、育種とかがされてきた歴史もあります。で、そういうものの中から、例えば20世紀ナシゴールドとか、あとは米で言うとミルキークイーンみたいなものが、実際今食べて、暮らしているっていう状態になってきているんですね。で、そこから、DNA の二重らせん構造の構造が解明されたり、遺伝子組み換えっていうものが出てきたり、ゲノムが読まれてゲノム編集っていうものが今出てきているっていう状況です。で、今のが交雑育種、掛け合わせて、品種作っていくっていう話と、突然変異を起こるようにして、その中から変わったやつが出てきたのをピックアップしてくるっていう突然変異駆使っていうのがありました。で、突然変異と遺伝子の変化なんて何が起こっているのかっていうと、先ほどちょっと説明したその ACGT っていういろんな配列が壊れる、切れる、遺伝子が切れちゃうっていうのが最初に起こるイベントです。で、通常だとそれを修復する、元に戻すっていう機構が体の中で働いてて、元通りになって何もそのまま平常になっていくんですけど、たまにですね、修復ミスが起こるんですよ。これを元の文字列に戻しきれない時があると。で、それが起こるのが一部が欠けてしまうですとか、文字が置き換わる、また他の文字が入ってくるっていうような変化が起こると。もうこれは突然変異って言われている変化です。で、自然界の中で普通に起こっている変化になるんですね。で、そういう突然変異をわざと起こすっていうのが、茨城県に、そういった放射線を作物に当てて育種していく、突然変異を起こすっていうガンマフィールドっていう場所があって、そこで、先ほどご紹介したような作物が作られて、皆さんの手元に届いているっていう状況になります。で、ゲノム編集って何してるかっていうと、特定の場所をもう切る、狙って切るっていうことをやってます。で、そうすると、さっきの突然変異と同じく、その修復機構が働いて、通常は何も起こらないんですけど、その配列、狙った配列が存在する限り、ずっと切り続けるんですよね。そうすると、ある一定の確率で修復ミスが、エラーが起こって、突然変異の時と同じ変化がそこに起こると。で、こういった変化を起こすのが、ゲノム編集ということになります。なので、さっき小野さんのご発表の中で、そのゲノム編集するときに配列検索しないといけないって言ってたのは、実際この狙う配列をどう設計するかっていうところで、そういうツールを使うんですよ。で、全配列の中で、1回しか出てこない配列を狙うと、そこしか切らないっていうことになるので、その類似する配列がないように設計する方が、そこしか切らない、つまり安全に切るっていうことができるっていうことが実現できるんですね。で、狙ってないとこ切っちゃうと、オフターゲットって言って、別の作用が出てきちゃうので、それはあんまりこう望ましくないので、そういうことが起こらないように設計するっていうことで、ああいうようなバイオインフォマティクスのツールが使われていくっていう話になります。で、こういったように、品種改良で
いろんなやり方で遺伝子に変化を起こさせて、望ましい作物を作っていくってことをやっています。で、今交配とか突然変異種の話を左側でしたんですけど、真ん中がゲノム編集ですね。で、遺伝子組み換えっていうのは実は、外から遺伝子を入れるっていう操作なんですね。だから本来その生物が持っていない遺伝子を外から入れ込むっていう形になります。なので自然界で起こらないですよね、その変化って。で、そこがそのゲノム編集で使われるやり方と遺伝子組み換えのやり方が違うって言われている大きなポイントなのかなと思います。はい、というところで、ゲノム編集と遺伝子組み換えの違いがまずありましたと。で、ゲノム編集の技術はですね、歴史が、実は1996年ですかね、最初のツールが出てきて、基本的にですね、そのツールを、持っている、開発した研究者のチームっていうのは海外にいます。アメリカやが多いです。で、結局そういった最初のツール開発して、ノーベル化学賞を取ったのは、ジェニファー・ダウドラとサルパンティエっていう、アメリカの研究者だったというところですね。2020年、記憶に新しいですけど、2人の女性研究者が受賞した。というところで、そのゲノム編集でその狙ったところを切りに行く、ハサミのツールを、それも生物が持っている機能の中から見つけ出してきたっていうこと で、それを実際にこう工業的に、産業的に使えるような、狙って切るというツールとして、実現したのがこの2人だったというところで、そういった意味では、日本としては、後塵を拝しているというところではあるんですけれども、先ほど言ってたように、じゃあ今から何が進められるかっていうと、このツールを使って、突然変異を模擬して起こすことによって、どういったものを作るか、そういうプロダクト、どういったものが求められて、そういったものをいかに作っていくかっていうような国際競争がまさに起こっていく。で、アメリカや中国では、バンバンその農作物のゲノムを今、解読していっています。すごいお金を投入して、自国内にある農作物をすごく読んでいる。だからその先にあるのは、それを効率的に育種していくっていう世界なのかなと思うんですよね。なので、我々日本の、バイオ産業、産業を考える上では、その日本の強みが発揮できる。やっぱりその投入される金額とかって、なかなかそのまま太刀打ちできる規模感じゃないので、工夫して、すごく効率的に研究開発すると。それで、なるべく世の中にインパクトが出るようなプロダクトを作って、それで世界に打って出ていくっていうような流れが必要なのかなと思っていて、そういう意味では今世の中に出ている世界の中で、世に出たプロダクトで、ゲノム編集のプロダクトって多分4つぐらいしかないんですけど、4つのうち3つが日本から出ているっていうところで、そういった意味でこれからものづくり、バイオのものづくりで戦っていくって時代になるのかなと思います。で、そういった中で、その根幹になるのが、じゃあどの配列狙うのっていうところだと思うんですよね。で、そこでバイオインフォマティクスですとか、この坊野先生が今提唱されているバイオ DX っていうアプローチがすごく大事になってくると思うんですけど、ここに関しては本当に世界中の研究者がいろんなアイデアを、こんなツールを使ったよって言って、どんどんこう、さっきの GitHub じゃないんですけど、アップロードしていったりする、ある意味その共有地っていうか、みんなでそういうツール、解析手法をシェアし合う。こんな便利なものを作ったから使っていこうよっていうようなことをこうやってるんですよね、研究者の世界で。だからそういうののトップランナーが大野先生だったり、この、今日来ていただいて横井さんだったり、小野さんだったりするっていうところで、そういう本当に、ある意味、
この解析処方っていうのが、まあ、全部英語だったりしたと思うんですけど、壁がないんですよね。そういう日本がとか、やっぱとかアメリカっていうのが。なので、ある意味そういったあとコロナのウイルスの解析みたいなのが、国際的に進められてたり、まあ、その情報が共有されたりしていくっていうところで、ある意味協力しながら、そういった人類の課題に対抗していくっていうところも出つつ、その一方で、じゃあビジネスとして各国が趣向を凝らして、まあ、どんなプロダクトを作って僕たち生きていこうかって考えていくっていう、そういうアカデミックな世界とビジネスの世界それぞれのやり方があって、日本もその中で、すごくしっかりとですね、特に広島大学を中心にしながら、ポジショニングを今確保していると、必死に確保しているというところですので、今回シュガーネクストっていう国の予算いただきましたけど、やっぱりグローバルなその研究開発の投資の規模感からするとまだまだ少ない、足りないというところもありますし、そういった人材ももっともっと必要だというところで、若い人がですね、そういう分野に可能性を感じて、その飛び込んできていただけたら嬉しいなというふうに思っております。はい。